ファッサクラメだったマジだこれ、ね、今回のオーディションねかなりヤバかったんですよね。多分本当過去一ヤバいんじゃねえかなっていうぐらい、ヤバかったです。俺が控室、はい、柄悪い人ばっかりだ。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。多分、乱闘がまず一番多かったです。はい、乱闘がめちゃくちゃ多かったのと、オッケー、僕もひな壇にいたんですけど、もう帰りたかったですね、正直。なんで帰りたかったかっていうと、いろんなものが飛んでくるんですよ。こんなの飛ばすなよみたいな、本当ふざけんなよみたいなのが飛んでくるぐらい結構荒れてて、過去一荒れてました今。今回の女将で、なんでこんなとこに来たんだろう。いやいや、ね、こっちさっきの知ってましたか。エズマンみたいに水かけたりされたらやだな。ムカつきます。まあなんかすごいいろんなもの飛んでくるし、液体も飛んでくるし、めちゃくちゃやばいやついっぱいいるし、めちゃくちゃ僕は帰りたかったんで、すごいね、まあオーディション見てもらえれば分かると思うんですけど、かなり場違いなんですよ。うん、なんで俺ここにいいんだろうなって気持ちで出てました。でまあ隣がね、僕の隣がまあアンポリキュアチャンネルとかに出てるテル君だったんですけど、守ってもらう、守ってもらう。テル君に、まあ、もしなんか変な人がね来て、なんかコーラとかかけたりとか、なんかおでんぶっ飛ばしたりとか、そういう、まあ、汁系をね飛ばしてきたら、ちょっと止めてくれって、守ってくれって、まあ、ボディーガードじゃないけど今日頼むわって言ってて、分かりました、じゃあ青汁さんのこと守りますって言ってたんだけど、もう真っ先にね、もう気づいたらいきなりもうテル君がもう突撃しに行ってて、なんじゃこらみたいな感じで喧嘩しに行ってて、俺ってやべえやつの隣に行ったなって思いましたね。パソコン舐めんなよ。パソコンどうしますこれ。はい、一番危ない席だったと思います。さっきどうでした。いや怖い、一番テル君が怖い。ここでさ、普通にさっきまで仲良く喋ってたら、いきなり何グラみたいなのってさ、びっくりしたんだ。めちゃくちゃ怖かったです。みんな気合入りすぎでしょ。だから本当になんか周りがみんな喧嘩してても、もう関わりたくないから、もう止めもしないで僕は動かなかったです。はい、ファッサクラメだったよマジだこれ。オーディションの動画見てくれたら分かるんですよ、僕微動だにしてないんで。はい、もうだってやばいでしょあの人たち。はい、なんであんなとこにいたんだろうなって思いました。ブレイキングダウン行って関わりたくないって受けるんだけど、いやまあでもちょっと場違いだったんですよね僕ね。なんかなんであそこにいるんだろうなみたいな、なんで戦うんだろうなって気持ちになったんですけど。